TKG スタート。小山アースタート。はい、計測開始しました。2分間のベスト1ラップで予選の組み合わせを決める予備予選。さあ、1位の高木さんが10秒43、小山さんが10秒67。なんか滑ってますね。うん。30秒経過。6だと。さあ、小山さん10秒50、高木さんが10秒04、これが現在のトップタイム。小山さん、この週10秒56。さあ、高木さんが9秒台入れてきた、9秒89。1分経過、残りが1分です。さあ、小山さん、デフが滑っているというので、増田さんに修理してもらってます。さあ、残りが45秒。さあ、小山さん、コース復帰しました。さあ、現在このヒートのトップは高木さん、9秒89出ています。小山さんは10秒50がベスト。残りが30秒。さあ、小山さん10秒44自己ベスト更新。高木さんとの差が 0.5、 ベストの差があります。 0.5 秒。さあ、小山さんタイムアップ10秒32、高木さんのベストと 0.4 秒差。残りが10秒。さあ、間もなく時間となります。コールがあるまで記録有効です。TKG ゴール、さんゴール、レース終了です。はい、小山さんゴールです。マシンを回収してください。小山さん最終週10秒31自己ベスト更新、このヒートトップ、高木さん4週目にマークした9秒89、小山さん最終週10秒31出しています。はい、それでは続けて予備予選の2組目コースオープンします。プラクティス開始です。さん、増田さん、プラクティス時間は2分。コースオープンです。MM、MAS、節や HM。 はい、それではまずポンダーの確認からお願いします。大丈夫、ギリギリの電池で、一応充電してきた。ああ、追い充電ね。はい、増田さん OK です。予備予選1回、3分の予選が3回、で今日は人数少ないから決勝も2回、だから5、6回あと走る。うん、はい、節也さん、ポンダ OK です。土井さんも OK。 47.86。はい、それで行きましょう。プラクティス終了です。出走順は土井さん、増田さん、節也さんの順で1人ずつです。それでは2分間の予備予選。
まもなくレーススタートです。4321 MM スタート。MAS スタート。節夜 HM スタート。はい、全車計測開始しました。さあ、1周目、土井さん11秒76、増田さんが10秒30。さあ、節夜さんの1周目は9秒565、これは今日のトップタイム。増田さん10秒20。さあ、節夜さん9秒49、今日のトップタイムを更新しています。さあ、土井さん10秒が入ってきた、10秒96。さあ、土井さん10秒86、自己ベスト更新。さあ、まもなく1分が経とうというところ、残りが1分です。このヒートのトップタイム、節夜さん9秒49、これ全体でもベストです。増田さん10秒20、土井さんが10秒86です。総合で見ますと、現在トップ節夜さん、2番手に高木さん、3番手増田さん、4番手小山さん、5番手が土井さんという並びです。さあ、増田さん10秒16、自己ベスト。現在総合でも3番手増田さん。さあ、残りが間もなく30秒です。増田さん、高木さんと 0.3 秒の差があります。さあ、一方土井さんは小山さんと 0.4 秒差ベスト。さあ、瀬田さん9秒435、トップタイムを更新、残りが間もなく10秒。間もなく時間となります。コールがあるまでタイム有効です。MM ゴール、MAS ゴール、増田さんゴール、レース終了です。はい、です。マシンを回収してください。9秒435、2番手が増田さん10秒165、3番手土井さん10秒864でした。はい、それでは予選の組み合わせを作ります。完璧。あと人間。そう、ちょうどよく垂れてくる。垂れないでしょ。垂れるのも設定ですか。垂れさせる。これまで見ちゃう。予選の1回目は5分後、4時25分スタートします。25分スタートです。
そう試しにやってみようかなと思って、 CPU がすごいもう常に 100% になっちゃうんで危ない本当はね、コースをこの辺に置いてね、迫力ある映像と思ってるけど、ね、でもね、大体聞くとみんなこの画像を見て、あの打ち消せて、ここは上手い人しか来ないみたいな思っちゃってるんですよ、今日は、もう11年はい、それではそろそろ時間になりますので、予選の1回目始めていきます。よいしょ、それでは1組目からコースオープンします。プラクティス開始です。小山さん、プラクティス時間は2分。コースオープンです。MAS、小山 A、MM。はい、それではポンダーの確認からお願いします。はい、増田さん OK、 土井さん OK、 はい、全車 OK です。11.37。 さあ、今のデモ走行では増田さん10秒09まで出ているので予備予選上回るタイム出てました。はい、それではスタートします。よいしょ、プラクティス終了です。出走順は増田さん、小山さん、土井さんの順で1人ずつです。それでは3分間の予選1回目スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。MAS スタート。小山 A スタート。MM スタート。はい、全車計測開始しました。このクラスのコースレコードは節也さんが持っている20周の5秒です。さあ1周目、小山さん10秒58、増田さん取ってないんで次修正します。はい、増田さん修正します。さあ小山さん10秒20。さあ現在トップ小山さんです。2位増田さんとの差が 0.03、 3位が土井さんです。増田さん10秒33自己ベスト。さあこの周、増田さんがトップに変わった、小山さんとの差が 0.01。さあ土井さんどうしたんですか。小山さん10秒02、10秒02はこのヒートのトップタイム。そして小山さん再びトップ変わっている、増田さんとの差が 0.6。 さあ土井さんが、増田さん10秒21自己ベスト更新。さあ小山さんちょっとタイムロスがあった模様、増田さん再びトップです。小山さんとの差が 0.1 秒。さあ小山さんじゃない土井さんもコース復帰、ね、さあこの週は小山さんがトップです。2位が増田さん 0.8 秒差。さあ折り返しの1分30秒経過したところです。現在トップは小山さん9周目、同一周回の増田さんとの差が1秒です。さあここで土井さんが再び止まって車をチェックしています。さあ現在トップ小山さんと増田さん、トップ争い11周目です。その差が 1.2 秒。さあ増田さん自己ベスト10秒12。さあトップとの差を 0.8 秒に縮めた、残りが1分。さあここに来て増田さんがペース上がっている模様です。
さあ、この周1秒差です。残りが50秒。さあ、この周も1秒差です。トップ争いゴールタイムは両者とも18周7秒から8秒と出ています。残りが間もなく30秒。ここで増田さんが転倒、今コース復帰。さあ、これで6秒ほど差が開いてしまった。さあ、トップの小籔さん、これで16周目、残りが20秒。増田さん今16周目、 5.7 秒差。さあ、トップの小山さんが17周目に入りました。それを追う増田さんも17周目、 5.6 秒差。まもなく時間となります。コールがあるまで走ってください。 MAS ゴール、増田さんゴール。さあ、小山さんまだゴールしてないです。小山やゴール、はい、小山さんゴールです。レース終了です。小山さん18周、マシンを回収してください。松田さんが17周の2秒。土井さん、残念ながら3周目でリタイアです。土井さん、治りそう。はい、それでは、予選1回目2ヒート目コースオープンします。節也さんと高木さんのヒート、今日に限って持ってきてないの？土井さん、電池全部終わってますよ。ほぼ終わってます。これは？あ、うん。ああ、そうなんだ。はい、それではコースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。節也 HM TKG。コンマ5秒だから10秒3出されたんですね。はい、高木さん OK。さあ、高木さん、先ほどの予備予選では節也さんに次ぐタイム9秒89出してます。さあ、トップの節也さんは9秒43が今日の、ベストタイムです。はい、両者ともポンダ OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は節也さん、高木さんの順です。それでは3分間の予選スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。節也 HM スタート、 TKG スタート。はい、計測開始しました。
さあ、先ほどのヒートトップゴールした小山さんは18秒13秒でした。さあ1周目瀬田さん9秒42、高木さんが10秒13。さあ1周目から瀬田さん今日のトップタイムを更新してきた。高木さんも9秒台、9秒96。さあ現在トップ瀬田さんです。5周目入っています。高木さん3周目16秒台があって、今4周目、今瀬田さんラップされているので1ラップの差ついています。さあ1分経過です。トップの瀬田さんは6周目走行中、ベストは1周目にマークした9秒42です。高木さん現在トップと1周差、6周目走行中、ベストは2周目の9秒96です。さあ間もなく折り返しの1分30秒になろうかというところ、トップの瀬田さんゴール予想は19周の2秒と出ています。高木さんは17周の8秒と出てますので、このペースでいくと小山さんに次ぐ3番手のタイムになると思います。さあ瀬田さんトップを走る瀬田さん、ここ3周10秒台が続いています。ちょっとペースが落ちたか、残りが1分。逆に高木さんペース上がってきています。ゴールタイム1秒から2秒、タイムアップしてきそうですね。17周の2秒から3秒で帰ってきそう。残りが45秒。さあ瀬田さんペース戻ってきてますね。9秒台連発戻ってます。ゴール予想も19周6秒と出ています。残りが30秒。さあ高木さん非常にペースがいい。17周1秒まで上げてきています。コール予想18周も見えてくるか。さあ残りが15秒です。さあトップの瀬田さんが18周目入った。高木さんが17周目。さあ高木さんゴール予想00秒に変わっている。さあ間もなく時間です。コールがあるまで走ってください。TKG ゴール、高木さんゴール、レース終了です。マシンを回収してください。19周の5秒高木さんが17周の0秒0秒3。土井さん大丈夫、時間かかりそう、大丈夫、どうする10分取る、5分。予選の2回目は4時45分スタートします。予選1回目を終えてトップは瀬田さんです。続いて2位が小山さん、18周マークしてます。2位が2番手小山さん、3番手が高木さん、4番手増田さん、5番手が土井さんです。はい、
と土井さん電池全部終わってます。取っておく全部、はい、これ順番とかないよね。なくします。じゃあはい、予選2回目は5分後45分スタートです。何色？
ちょうどよかった。はい、それでは時間になりましたので予選の2回目スタートしていきます。それでは1組目からコースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。小山 RMASMM。さあ、先ほどは3周目で残念ながら引退した土井さん、車直して再登場。松田さんは前、総合、4番手ですね、前の高木さんと2秒差です。3分走って2秒差。土井さんポンダ OK。松田さんポンダ OK。え、読まない？あら、2週連続読まないとまずいけど。あ、読んでない。低すぎんかな。これ方向は縦だよね。あ、大丈夫。どうする？ホンダ変える？変えても修正できますよ。いや、減速すればいいんですか？はい、わかりました。はい、それではプラクティス終了です。出走順は小山さん、増田さん、土井さんに変わります。それでは予選の2回目スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。小山はスタート、 MAS スタート、MM スタート。はい、電車計測開しました。このヒート総合2番手の小山さん、出走してます。さあ、1周目小山さん10秒58、増田さんが10秒24、土井さんが11秒67。1周目です。さあ、2周目帰ってきます。小山さんが10秒39、増田さんが10秒12、土井さん11秒02。さあ、2周目終わったところで増田さん、小山さん、土井さんというオーダーです。さあ、4周目入ってくる。トップ変わらず増田さん、2位小山さんとの差がちょうど1秒。ま、土井さんは前小山さんと 2.4 秒差。さあ、小山さん10秒37、自己ベスト。はい、今読めなかったようなんで次修正します。はい、読んだので修正します。さあ、変わらずトップ増田さんです。小山さんとの差は変わらず1秒です。小山さん前の週10秒20、自己ベスト更新。さあ、この週も1秒差で、トップ争いしています。トップ増田さん、1分経過、残りが2分。さあ、増田さん少し差を広げてきたかな。2番手小山さんと 1.1 秒差。さあ、土井さんはちょっと前の週15秒台があって、1周差がついています。さあ、ここでトップ増田さん転倒。小山さんがトップに変わったかな。小山さん10秒20自己ベスト。さあ、2位には増田さんで 3.5 秒差。さあ、ただペース的に増田さんいいものを持ってたので、ここからどこまで追い上げられるか。さあ、この週、タイム戻してきてます。さあ、この週増田さんはトップと 3.4 秒差、残りが1分。さあ、この週一気に 2.9 秒まで詰めてきた増田さん、10秒07の自己ベストを出しています。土井さん11秒02自己ベスト。さあ、増田さんちょっとこの週しくじったが 3.6 秒差トップと。さあ、今回もトップ小山さん18周ゴール予想出ています。増田さん17周の0秒予想、土井さんが16周の6秒予想です。さあ、土井さん前の周10秒78自己ベスト。さあ、残り30秒です。
さあ小山さん、このペース守れば先ほど予選1回目のタイムを7秒ほど上回ってきそう。さあトップ争い、増田さん前との差が 2.9 です。まもなく時間となります。コールがあるまで走ってください。さあおそらくトップ2台はこれが最後の周でしょう。小山ゴール、MM ゴール、土井さんゴール、増田さん最後が読まない。どっかに取って、レース終了です。マシンを回収してください。小山さん18周7秒タイムアップ、増田さん18周入りましたね。18周の13秒、土井さんが16周の5秒でした。取らなかったって分かれば修正できるんですけどねそうそうそう、特に決勝の時がねさあ今のヒートタイムアップ3人ともしてますね。小山さんは総合2番手です。そして増田さんが総合3番手、土井さんもタイムアップしています。16周の5秒出てます。さあそれでは予選2回目の2ヒート目コースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分、コースオープンです。節夜 HMTKG。さあこのヒートはトップの節也さん先ほど19周5秒が出ています。一方高木さん先ほど17周の00秒、小山さん増田さん18周出してますので、この回はなんとか18周入れたいところ。あ、レンタカーのポンダつける？大丈夫？はい、それではポンダーの確認からお願いします。おお、なるほど。はい、山です。はいはいはい、はい、どうもどうも。今日ね、届いたんですけど、今日ちょっとレースやってるもん で、できれば明日修理して。慣れないんで、使えると思います。はい。はい、大丈夫だと思います。ちょっとね、まだ中も見てないんですけど。はい、はい。10.05。マイナスが全部ね。わかりました。はい。まあ、そこが壊れたっていうのは今まで一回もないので大丈夫だと思います。はい。はい。はい。で変えたら連絡ということで、はいはい、メールします。はいはいはい、すいません。こちらから、改めて合計額連絡しますので、はい、それまで待っていただければ。はい、よろしくお願いします。はい、はい、お待たせしました。ポンダー両者とも OK です。さあそれでは予選の2回目スタートします。プラクティス終了です。出走順は節也さん高木さんの順でお願いします。それでは予選の2回目スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、節也 HM スタート、 TKG スタート。はい、計測開始しました。さあ1周目節也さんが9秒51、高木さん10秒09、さあ2周目節也さん9秒44、
高木さん10秒02。さあ高木さん9秒台出てきた。9秒880。さあこの時点で両者ともゴール予想は19周と出ています。さあ節谷さんが9秒361、今日のトップタイムを更新。1分経過、残りが2分。さあ現在トップ節谷さんです。2位高木さん同一周回 3.2 秒差。さあ1周目から節谷さん全て9秒台で走っています。平均タイムも9秒52。高木さんはだいたい10秒フラット近辺を走っています。平均タイム10秒08です。さあ折り返しの1分30秒経過したところです。トップの節谷さん変わらず19周ゴール予想19周1秒と出てますので出ています。さあ一方高木さん18周1秒と出てますので、これ実現できれば総合2番手に上がってきます。さあここで時計は2分、残りが1分です。さあ高木さん少しロスがあったのかな。この周見てみましょう。12秒4。さあただこのペースでも総合2番手守れます。このペースで、だいたい小山さんの3秒ほど前でゴールしてきそう。残りが40秒。さあトップの節谷さんが16周目に入った。高木さん今15周目です。さあトップのマシーンが17周目、この周入っても全て9秒台で回ってきてます。さあトップのマシーン18周目、高木さんが17周目です。さあ間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。節谷チームゴール、レース終了です。マシンを回収してください。19周の1秒、高木さんが18周の4秒です。うん、大体、うん、そうだと思う。よくできてる。はい、このヒートも全車が、ベスト更新してます。じゃ予選の3回目5時5分でいいですか。はい、じゃ予選の3、はい、じゃ5時10分10分でいい。じゃ予選の3回目は5時10分スタートします。予選2回目を終えて、トップ変わらず節谷さんです。1人19周マークしています。2番手に高木さんが上がってきています。3番手小山さん3秒差、4番手が増田さん、小山さんとの差が6秒差です。5番手土井さん16周。あ、増田さん終わった。あれ、そう、誰リフェ、青リフェ。
あ、小山さん。はい、久しぶりじゃないですか。お久しぶりです。うちなくなっちゃったからね。ラジコンやってくださいよ。ああ、いいよ。そう、大きい。大丈夫？うん。十分の一？それいいか。じゃなくて大丈夫。変なのやってる。昔からやってるの。オーバーで。まあ、オーバーで。今度ちょっと。あの仲間内でやるんで、それのパーツをいつもキリコさんにお世話になって、どこもなくなっちゃったんで、俺もここ来てます。すいません。ハルキーさんとかも来てます。あ、本当？あ、うん、
よく回ってますか？回ってない。ラシルスとの時代が入ってきてくる。え？ここでなんか、日本の本教室に繋いだ人、どっかに。が出るって話じゃないですか。ああ、モーターとヘッドになってる。あ、そうだ。11月発売ところ8月。それマジでか。あ、そうですね。13,900円。結構すんだな。それがキーの。そうそうそう。シャーシと同じ。シャーシは基本的には同じ。そのカバー。カバー違う。だそのコンバージョンキットのそれが入ってる。はい。モーターとカバーと基板の関係性。すいません、ヒゲ店長です。すいません、お邪魔します。今日は部員会に来たんで。で、今、キミコさんに覗いていけよって言うんで、来させてもらいました。限界があります。そうなの？あの、
上はもう抵抗度つけられないから。選ぶそういうやつです。全然早いです。V よりは遅いですね。ちょっと待ってください。とりあえず走ってみようかなと思って。これどうですか？あ、一応前ですよ。はい、ありがとうございます。はい、それではすみません、時間過ぎちゃいましたけど、予選の3回目スタートしていきます。1組目からコースオープンします。プラクティス開始です。小山さん、増田さん、プラクティス時間は2分。コースオープンです。小山 MAS MM。あ、変わったんですね。じゃあここで修正します。一回通ってもらって。ちょっと待ってくださいね。今増田さんのポンダー変えますので、074-6046。じゃあ増田さんもう一回通ってください。土井さん OK。はい、増田さん OK。 はい、小山さんも OK。 全車 OK です。さあ、このヒートは総合3番手の小山さん前、高木さんとの差が3秒です。
総合4番手増田さんは前、小山さんとの差が4秒。土井さんはなんとか16から18周目指して頑張ってください。15.09。 はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。予選のそれでは3回目最後ですね。小山さん、増田さん、土井さんの順でスタートしてください。それでは3分間スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。小山アースタート、 MAS スタート、 MM スタート。今通らなかったね、増田さん1回今通らなかった。だこれが1本目になります。やっぱ車高が低いんだよ、きっと。あ、増田さん取らない、また取らない。さあ、増田さん、今度は全然取ってないです。ちょっとゆっくり。あ、これ取った。さあ現在ちょっと増田さんポンダーの調子があれなので見ながらですけど、暫定トップ小山さんですね。2位が増田さん、3位が土井さんです。さあ土井さん10秒57自己ベスト、小山さん前の週10秒31自己ベスト出ています。今取んない、うん、さあ次通れば修正します。はい、取った。さあ小山さん10秒23自己ベスト、それを上回る ベストを出したのは増田さん10秒08。さあ小山さん10秒21自己ベスト、はい。はい、4段で修正します。さあ小山さん10秒16自己ベスト、読んでない、はい、また次修正します。さあ2分経過、残りが1分です。さあ小山さんゴール予想は18周6秒と出ています。あと増田さん転倒。さあこの隙におそらく土井さん2位上がってますね、これ。いや、まだ増田さんが2位です。土井さん前との差が3秒、残りが間もなく30秒。さあ小山さんこのペースでいくと、総合順位変わらないですが、高木さんと2秒差というところまで来ます。さあ残りが15秒。あ、読んでない。わ、この週も読んでない。さあここで時間です。コールがあるまで走ってください。あー、ダメだ。小山やゴール、はい、小山さんゴール、 MM ゴール、森さんゴール、レース終了です。マシンを回収してください。最後3回読まないの修正しました。トップは小山さん18周6秒、増田さんが17周の4秒、土井さんが17周の7秒。さあこのヒートでタイムアップしたのは小山さんと土井さんでした。土井さん17周入った。
だって2個買えて2個でもダメっていうのはなんか車にありますよね。うん、やっぱカーペット大きいですね。ああ、そうですね。うんうんうん、いつ来ても大体同じグリップレベルになってくるから、ね。はい、それでは予選3回目の最終ヒートですね。コースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。セツヤ HM TKG。例えば小山さんの RH でアウディの。はい、高木さん、OK。はい、節約さんも飛んだ、OK。さあ、このヒートはすでにトップ1、2を決めた2人による最後の予選です。いいですか？はい、それではいきましょう。プラクティス終了です。出走順は節也さん、高木さんの順です。それでは最後の3分間スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、節也 HM スタート、TKG スタート。はい、計測開始しました。さあ、この、クラスのコースレコードは節也さんが持っています。20周の5秒。さあ、1周目、節也さん9秒43、高木さんが10秒15。さあ、2周目、節也さん9秒38、高木さんが10秒01。さあ、高木さんも9秒台入ってきた、9秒91。さあ、まだ30秒経過した時点ですが、節也さん、ゴール予想20周出ています。節也さん9秒37自己ベスト、高木さん9秒90自己ベスト。高木さん9秒82自己ベスト。さあ、高木さんのマークした9秒82は、高木さんの今日の中のトップタイムです。さあ、高木さん、19周のゴール予想出ています。さあ、1分経過、残りが2分。さあ、節也さんが今日のトップタイム更新、9秒359。さあ、再び更新、節也さん9秒323。さあ、ここで折り返しの1分30秒経過しました。節也さんゴール予想19周の0秒と出ています。一方、高木さんは18周1秒。お互い今日のベストを上回るペースで走行しています。節也さん9秒298自己ベスト。さあ、今回もトップを走る節也さん、1周目からすべて9秒台で回ってきている。平均タイムも9秒47。確か先ほどは9秒5ぐらいの平均だったので、やっぱり今回は自己ベスト上回ってきそうです、節也さん。さあ、残りが間もなく45秒です。トップは変わらず節也さん15周目です。高木さん現在14周目走行中。さあ、高木さん、ちょっとこの週11秒台でしたね。ゴール予想が18周の2秒に変わっています。残りが30秒。さあ、残り15秒。節也さんゴール予想19周の0秒と出ています。高木さん18周3秒。
18周3秒でも自分の自己ベストを更新できます。高木さん、さあ間もなく時間です。コールがあるまで走ってください。節夜 HM ゴールレース終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。19周の0秒、高木さんが18周3秒でした。それぞれ、自己ベストを更新してきました。はい、それでは決勝の組み合わせ作ります。そうそう、残り45秒で話しかけようと思ったから。マシン見せてるから。ここに止まってみせて。そう。決勝1回目何分からしますか。はい。じゃあ35分でもいいな。このあと決勝は5時35分1回目決勝スタートです。俺もね、お願いしようかなと思ったのに、お客さんで。増田さん、ホンダはどうする？それ本番用電池じゃないの。みんな見てますよ。
はい、それではそろそろ時間になりますので、決勝レースの1回目コースオープンします。ポンダーの確認お願いします。これかな、プラクティス開始です。立ち位置は予選の成績順で決めてください。コースオープンです。高木さん、節谷 HM、TKG、小山 A、MAS、MM。 はい、土井さんポンダー OK です。はい、小山さん OK、 高木さん OK、 はい、増田さん OK です。 20.13、 はい、全車ポンダ OK です。はい、それではスタートしましょう。プラクティス終了です。前から節谷さん、高木さん、小山さん、小山さん、増田さん、土井さん、はい、それではレーススタートします。スタート、フライング気をつけてくださいね。それでは8分間レーススタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、全車スタートしました。このクラスのコースレコード、節谷さんが持っています。51周の4秒、
最初に鶴瓶さん9秒97、小山さん10秒70、高木さんが10秒67、土井さん11秒03。あ、ごめんなさい。読んでないね。うん、読んでないです。さあ、せつやさん現在トップです。2位高木さんとの差が3秒3。そのすぐ後ろ小山さん1秒差です。土井さんがその後ろ 2.3 秒差。増田さん今やっと1回目取った。さあ、増田さん修正しました。あ、また今取れてなかったような気がするな。はい、この周取れてます。さあ、1分経過です。現在トップは節也さん、2位高木さんとの差が 5.4 です。3位に小山さんがいます。6.6 秒差。4位がどっちだ、土井さんですね。4位が土井さんです。5位が増田さん。さあ、高木さん10秒07自己ベスト。さあ、ちなみに節也さんは9秒335がこのヒート出ています。小山さんが10秒02、増田さんが10秒13今出しています。土井さんが10秒75が自己ベスト。さあ、増田さんが4位、土井さんに近づいてきています。その差がおよそ5秒。さあ、高木さん10秒075自己ベスト。さあ、土井さんこのまま4位のポジション守れるか。おっと、増田さん転倒してた模様、再び転倒。さあ、土井さんがすぐ後ろに来ている、増田さんの。さあ、2分30秒経過。この混戦の中でも節也さん全くペース落ちていません。ゴール予想先ほどから50周0秒から3秒と出ています。今増田さん読んでなかった、はい。さあ、現在2位は高木さんです。3位の小山さんとは1周の差をつけています。また読まない。なんとこのレース同一周回で争っているマシンが1台もいません。全部1周から2周の差で、土井さん10秒636。さあ、増田さん、読みましたので修正加えました。まあ、今週読んでない、はい。さあ、現在4位は土井さんです。前小山さんとの差が8秒。また読んでない、うん、2回目、はい。はい、今週読んだ、お願いします。さあ、高木さんが自己ベスト更新10秒04。ただベストで見ると小山さんの方が10秒02出てますので、まとめられれば小山さん高木さんに追いつくことができるかもしれない。増田さん10秒08自己ベスト。さあ、一方土井さんも10秒636まで、ベスト上げてきてます。現在4位の土井さん。さあ、一方トップの節也さんは全くペース落ちてませんね。50周の0秒から1秒ゴール予想出ています。現在は28周走行中。2位高木さんが26、小山さん25、土井さんが24、増田さん21周目走行中。今増田さん読んでないですね。はい、増田さん読んだ、修正します。さあ、5分経過です。残りが3分。さあ、しか
し土井さん譲る必要はないんだよ。土井さんの方が前なんだよ今日は。はい、そうなんだよ。さあ現在トップは節也さん、2位高木さん、3位が小山さん、4位土井さん、5位が増田さんです。さあ5分30秒経過、残り2分半。さあ今週増田さんまた読んでなかった。はい、ありがとうございます。あと何分？あと2分10秒。え、何？小山さんもう何？限界？あ、電池が？あーっと、ここで小山さんがストップしてしまった。ということは土井さん3位の可能性あるぞ。さあ残りが2分です。残り2分。さあ残念ながら小山さんバッテリーダウンで止まってしまった。さあこれで土井さんが小山さんと同一周回になった。残りが2分ある。さあ土井さん、あーここで土井さんが3位に浮上です。残りが1分30秒。トップの節也さん41周目、高木さんが38、土井さん34、増田さんが31周目走行中。さあトップの節也さんが43周目入っています。白いミニのマシン。2位高木さんとすでに3周の差をつけています。3位が土井さん、前高木さんとの差は5周あります。さあこれで、増田さんがこれで小山さんの順位を更新ですね、上げてきました。4位の増田さんです。さあ残りが40秒。さあトップの白いマシン節也さんが47周目に入った。2位の高木さんがこれで44。さあ3位の土井さん、これで30から40に入ったところ。増田さんがこれで36です。残りが間もなく15秒。さあトップの節也さん50周の1秒とゴール予想、全く変わらないペースで走行しています。現在50周目走行中。さあ間もなく8分になります。残りが2秒。 TKG ゴール、節也 HM ゴール、MAS ゴール、増田さんゴール、あと土井さん、はい、MM ゴール、ゴールです。トップは節也さん50周の1秒でした。2位が高木さん、3位土井さん、4位が増田さん。レース終了です。マシンを回収してください。小山さん何が起こったの？充電してなかったの？終わってたよね。終わってたよね。500ミリアンペア入ってくる。拾い上げちゃよかったね。決勝の2回目は10分後5時、5時55分スタートします。いや、ここ見たけど容量500ミリ入ってたよ。
結構ね。冒険するか。どういう冒険なんですか。今のがラッキーだったのにさ、これ以上はないですか。だってね、マスターは読まんねえよ。小山さんはガスケツだ。あれ、マスターさん、マスターさんもあれだってさ、マスターだったら怪しいよね、俺のサイン。どんだけかよ、そんだけあるんですか。俺もよくない。そんなにこけて抜いたかなと。こけてる間に何回見たらよく怪しいところ。さあ決勝の2回目5分後55分スタートです。もう今なくなっちゃったんですけど。すごいですね。
使っていただきましたね。はい、それでは時間になりましたので決勝レースの2回目、最後のレースですね、コースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。節夜 HM、TKG、小山 R、MAS、MM。はい、高木さん OK、 増田さんちょっと修正しますんで待っててください。0773、はい、増田さんもう一回お願いします。はい、小山さん OK、 増田さん OK、 18.20。18.39。はい、せつやさん OK、 全社ポンダ OK です。プラクティス終了です。はい、それでは車をスタートラインに並べてください。節也さん、高木さん、小山さん、増田さん、土井さんの順です。はい、それではスタートします。スタートに気をつけて、フライング気をつけてくださいね。それではスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、全車計測開始しました。さあ、1周目節也さん9秒77、高木さん10秒49、小山さんが10秒65、増田さん10秒86、土井さんが11秒03。さあ、今回増田さんポンダ4.05よ。さあ、
2周目節也さんが今日のトップタイムを更新してきた9秒28。さあ再び節也さんトップタイム更新9秒265、高木さん10秒15、小山さんが10秒27、増田さん10秒21がベストです。さあトップのマシンが早くも1人5周目入っている。2位高木さんと4秒差ついている。ただ2位3位4番手、ここは、1.5 秒の中で3台争っている展開です。ここですね、高木さん、小山さん、増田さん、ここが、激しい2位争い繰り広げている。増田さん10秒17自己ベスト更新。さあ高木さんも9秒台ベスト入ってきています、9秒98。さあ増田さんちょっと14秒のラップで2位争いから脱落。さあ土井さんが増田さんに2秒差まで来ている。小山さん10秒16自己ベスト前、高木さんとの差が1秒です。さあ増田さん再び4位に浮上、2位争いの前まで 4.2 秒差。さあ小山さん前、高木さんと 1.1 秒です。さあ小山さん自己ベスト10秒15。さあまだレースは1分30秒経過したところです。トップは変わらず節也さん、2位高木さんと8秒近くの差をつけている。3位は小山さん 1.2 秒差、4位が増田さん 4.7 秒差。さあ土井さんは前、増田さんと 6.8 秒差です。さあ2分経過、残り6分。さあ土井さん10秒67、自己ベスト前との差が 7.1 秒、増田さん前がとの差が 4.5、 小山さんは2秒差です。誰か検討したけど大丈夫だったかな。さあ時計は2分30秒経過したところです。さあここで4番手増田さんが小山さんに近づいてきているようですね。3番手小山さんに近づいてきています。もう次の人ちょっと見てみましょう。 6.3 秒差ですね。先ほど8秒ぐらいあったと思うんですが、6秒台まで詰めてきている。一方小山さんちょっと高木さんと差つけられているか、2秒差。そして増田さんが 6.1 秒まで来た。前小山さんに近づいている増田さん。さあ3分経過です、残り5分。トップの節也さん、今回ペースがいいですね。51周ゴール予想で出ています。自身が持つ51周4秒これを上回ることができるか。さあ再び2位争い、高木さん、小山さん、増田さんが同一周回で争ってますね。2位高木さんと3位小山さんの差が 1.8 秒。そして増田さんちょっとロスタか、7秒差。3分30秒経過。さあ待って、土井さん自己ベスト10秒52出ています。3分からもうすぐ折り返しの4分になるところ。トップの節也さん、先ほどの予選1回目50周でしたが、今回は51周ペースと、予想出ています。さあ2位争い、高木さんと小山さんですが3秒ほどの差です。増田さんは前、小山さんとの差が8秒ぐらいあります。さあ増田さんの後ろからトップの節也さんが今パスありがとうございます。これでトップの節也さんが29周目。さあ赤い車ミニの高木さんがこれで28周目、小山さんがこれで28周目、高木さんとの差が 3.6 秒。増田さんは前、小山さんとの差が 8.7 秒。5位土井さんは前、増田さんと2周の差があります。ここで5分、残りが3分。さあ依然として節也さんは51周ペースで、走っています。さあ増田さん自己ベスト10秒13、10
10秒13はこのヒート2番手のタイムですね。ベスト出ています。松田さん、ここから小山さんを追うことができるのか。5分30秒経過、残りが2分半。さあここで小山さん、ちょっとペースが落ちてきたようです。2位高木さんと4秒ぐらい差が開いてしまっている。さあその分増田さんが小山さんに追いついてくるのか。ちょっとこの週見てみましょう。8秒差ですね。増田さん、小山さんと8秒の差があります。さあトップの白いマシーン、節也さんが37からこれで38に入った。残りが間もなく2分。すでに2位高木さんと2周から3周の差をつけています、トップの節也さん。さあ一方2位高木さん、単独2位と言っていいでしょう。3位小山さんと5秒の差をつけています。4位黄色いマシーン増田さん、前小山さんとの差が9秒。土井さんは前増田さんと3周の差があります。さあ6分30秒になります。残りが1分半。さあ高木さん2位のマシーン、高木さんの後ろにトップのマシーンが近づいてきています。さあ時計は間もなく7分になろうかというところ、残りが1分です。現在トップは節也さん44周目、高木さんが41、小山さんが今41、増田さんが40、土井さんが36周目走行中。さあこの混戦の中、節也さん未だに51周ペースを守っています。さあ残りが45秒。残りが40秒。さあ現在同一周回で争っているのは高木さんと小山さん、2位争いです。その差が5秒。残りが30秒。トップのマシン48周目から49に入るところ、ゴール予想は51周と変わらず出ています。さあ残り10秒。残りが5秒。さあ節也さんもう一周できます。50周小山やゴール、小山さんゴール、 TKG ゴール、高木さんゴール、 MAS ゴール、 ゴール、節也エッジレース終了です。ゴールでマシンを回収してください。51周9秒。2位が高木さん、3位小山さん、4位増田さん、5位が土井さんでした。で2回のポイント制の総合優勝は節也さん、2位が高木さん、3位が小山さん、4位が土井さん、5位が増田さんでした。増田さん1回目のあれが響いた。RM クラスは20分目標でいきます。